種がたまたま遭遇する世界、うん、まあそうなんですよね。どうなんですどうなんかってあれですけど、まあ日本は島国で文化もね習慣も全然全然と言ったらあれですけど、まあ極論すれば全然違う他の国とは。で大陸のヨーロッパにしろアメリカにしろその国に入るとやはりこう空気感というか何とも言えない違和感といったらいいんでしょうかがありますよね、うん、それが SNS の世界でも同じなんですよ。多種多様なねもうこれこれこういうことをやりたいとかねこういうことを追求してみたいとかねそういう自分の好きなことってあるじゃないですか。でそれをやってるまあチャンネルをこう自分で運営してみたりするわけですよ。やりたいこととかそれでそれに群がってくる人が群がってくるといった言葉は悪いがそれに興味を感じて集まってくる人たちがいますよね。でその人たち同士でコミュニティらしきものを作る仲間とかそうこうするうちに SNS っていうのは他のことをやってる人にも目が行くのでその人たちのチャンネルとか見に行ってね交流が深まる。で話があったりするとそこでグループや個人的な付き合いといったらいいのかな文字とかあれだけ文字とか最近流行りのね通話ソフト最近といっても 4,5 年前からですけどによって交流を図る。ところがもともと違う世界にいた人たちですからだんだん話が噛み合わなくなってくるんですよね、うん、でそれがひどくなってくると前の言ってることは間違ってるこっちの言うことは正しいと言ってそっち側につくのかあっち側につくのかっていうねすごくしょうもない歪小な世界に陥っていくんですよ。それはなんていうか島国の根性がもう染みついてる日本に多いんであってどこでも起こってますよね。なんかそれがなんか事件になってましたよね数年前、うん、まあ、あれはちょっとあるテレビ局は黒幕といえば黒幕なんですが、まあ、そういうことがありますよね日本では島国ところが世界中でも起こってるわけですよねこれが。まあ、日本よりはマシですけどね、まだ。こっちがどうなのか、あっちがどうなのか、そういうことは言わないですけど。うん。そこはちょっと日本よりは大人っぽいかな。その点日本は幼稚ですよね、もう。職業、年齢、それから、知能の高さに関わらずそんなこと言う連中がいるわけですよ。だからみんな混同してしまうんですね。私、僕、俺、ね、小生、いろんな人たちが、あれ？私の価値観とか考えてることは間違ってるのかなって一瞬迷ってしまう。ですよね、それは。なんか一見まともな人が、なんか違うことを言ってると、やっぱりそう、あれ、おかしいんちゃう、違うかなと思ってしまう。ところが違うんですよ。もうその狭い世界に浸ってるもんだからもう周りの世界が見えないわけですよね、うん、なんて言いますかねちょっと引いたところが 見ることができなくなっちゃうんですよ。で皆さんもご経験があるかと思いますがパソコンとか作業してると時間が経つのがものすごく早くなっちゃうんですよね感じるのが。それはネットの世界でもそうですよ。時間がものすごく早く感じるんですよ。で、つい1ヶ月ほど前のことをものすごい昔のように感じてしまう。うん。
1年前なんて、どんな昔って思ってしまうわけですよ。これは1年しか経ってないわけですね、実際は。もう、そういうふうに感じるようになったらもうネット中毒なんですね。だから、ほどほどにしないと偉いことになっていくわけですよね。そして、まあ、世界ではそんな、それほどでもないんですよ。日本では匿名がもうはびこってますよね、もう。匿名で何発言したり、言いたいこと言ったりして。日本とか、なぜかアジア圏が多い。そういうのを非常に嫌ってるんですよね、SNS の運営側。だから、そういうのも世界的になくそうとして、その先頭に切ったのが Facebook だったんですが、この間なんか名前を変えてね、いろいろと当局から睨まれているようですが、まあ、なぜね、睨まれているのか、また、機会を改めて行ってみたいと思いますけれども、いろいろと闇が深まっ、闇があるわけですよね。そういうふうに匿名でのさばらしたきたい、その、特定の人たちとね、そうじゃない人。うん。だからでも、結局は匿名性を廃していこうっていう、機運が強くなってきてますよね。まあ、匿名性とはあんまり関係ないんですけど、先のアメリカ大統領選で候補者の SNS が凍結されちゃいましたよね。あれが何を物語ってるか。まあ、よく表面で語られてること以外のことがあるわけですよね、これ。それが微妙に、匿名性とはあまり関係ないけれども、そういう、なんて言ったらいいんでしょう。規制の方向へ向かっていくっていうかね。この人間の世界史って言ったらいいのかな。歴史ってその繰り返しですよ。規制と、それがちょっと緩くなっていって、で、また締め付けが厳しくなってっていうね。そのスパンがだんだん短くなってきてるんですね。かつては数百年単位だったのが、だんだんと数十年単位になって、戦後何年だったんでしょうね。1945年から結構経ちますよね。70何年ですけど、もう100年もしない、100年経たないスパンでこう、切り替わっていくのかもしれないですよね。だからあと2、30年したらものすごい、同性社会がやってくるのかもしれない。うん、そしたら、また、新たな火種ができて、また戦争を起こすかもしれない。今度の戦争は、核戦争になるかもしれないとか言っている人がいますが、そうはならないと思いますけどね。うん、そういう武器を使っての戦争じゃなくて、電子的と言ったらいいでしょうか。エレクトリックウォアって言いますか。そういう戦争になるのかもしれない。もう中国は先陣を切ってやってますよね。数年前から監視でソフトを使って、まあ日本が提供したんですけど、あれは。中国が弾圧している、弾圧って言うと悪いのかな、規制している、押さえつけている地域とかありますけど、そのことばっかり、それに絡めて、監視のあれに絡めて言われてますけど、実はそれだけじゃないんです。それは、実は中国の監視社会については、アメリカも裏で協力しているわけですよね、いろいろと。もう、表ではなんか、人権がどうのこうのって言ってるんですが、裏ではがっちり協力してる。見えないだけなんですよね。それを日本のマスコミは追求しない。なぜかというと、アメリカがやめと、それは報道するなって言われてるからですが、そういう表面的なことばっかりしか伝えない日本と、アメリカはちらっと、
本当にちらっとですけど、こう、問題にしてるわけですよね。それは CNN って言われる日本でいうところの左系の、テレビ局、メディア、で、FOX っていう右に偏ってはいないけど、まあ、右側のメディア。でも言われてるわけですよ。新聞、あっちのメディアペーパー、今は自由に読めま、自由って言ったらいいのかな、気軽に読めますからね。ちらちらと読んで、そういうことが出てくるわけですよね。ところが日本の新聞とか見ても一切報道しない。これは日本のマスコミに英語力がないのか、あえてしてないのかわかんないですけど。まあ、独立国じゃないってことですかね。結局は。結局はアメリカの属国なんですよ。日本っていうのは。アメリカにね、追従しようとする右側の先生たちがいますけど、分かってるのかな、こういうこと。分かってないでしょうね、多分ね。お気楽にね、まあ、出ますが、もう投げかわしい限り。本当の保守じゃ、なんて誰もいないなと思ってしまいます。こうなるともう、滅びの道へまっしぐらっていう気がするんですが、その兆候は文化面には、文化面とかね、ああいうのに現れてるんですよ、日本に。一つと言って、世界にこう、誇れる現代文化とかは、先ほどのショパンのコンクール、日本人がね、結構いいとこまで行きましたけど、所詮は人の曲を弾いてるに過ぎないんで、そういう作り出す能力はないんですよね、もう。だんだんなくなってきてるでしょ、工業製品が。それが文化面にまで及んでいって何にも生み出さない国になっちゃって、で世界的に見れば日本はまだね、京都とかあの辺の文化的な遺産が残ってるからまだ国として認めてもらってるけどね、世界から。でももう政治家とかあんなのも腐ってるから相手にされてませんね、早い話。はい。だから、安倍さんの時も相手にしてたのはアメリカだけなんで。ヨーロッパなんか相手してません。はっきり言って。アメリカが言うから、まあ、聞いといたのかって過ぎないんで。だんだん日本の世界におけるステータスが低くなっていっても、あ、日本別にいらんなちゃうって思われたらしまいですよね。そうすると、はい。ゆくゆくは中国っていう大国と、アメリカの大国、ねえ、この、何年か前習近平が言ってたけど、二分したらどうとか言って、そういうこと言ってたんですけどね。それを日本、中国のなんか、世界戦略がどうのこうのって言ってましたけど、いやいや、そういうことじゃないんですよ。そういうことではないんですね。まあそういうこともありますよ、中国の中では。でも自然とそうなっていくんですよ。だから日本は国力を高めないと偉いことになりますよ。それは教育でもそう。教育からやり直さなきゃいけないんだけど、何にも気がついてないっていう。だから、もう高学歴ばかっていうのが日本を滅ぼすんですよね。まあ SNS も、そのなんか一旦垣間見てるようで怖いですね。そういうのを知ってか知らずか皆さんこう言ってるようですけど、生温かく見守っていこうかな。もうちょっと世界というか地球上の他の国に目を向けた方がいいんじゃないんでしょうか、日本の皆さん。あ、もう、このまま行くと数百年後には日本っていう国はないかもしれないし。いや、もう数百年後じゃないかもしれない。もう数十年後ないかもしれない。
そういう、昔はそういう器具にとらわれて立ち上がってる人がいたんですけどね。近くは明治維新とか、明治維新じゃないわ。アメリカのね、軍船が来た時の、太陽とかね、平安時代のね、いたでしょ？元寇だっけ？大昔の白式の台とかね、まあ、いろいろありましたよ、日本には。そういうのやっていきますよ、もうすぐ。のほほんとやってる場合じゃないんだけど、誰も気がついていない。かつてのなんか、古代の国を思い出しますけどね。まあその頃に私は生きてないから、関係ないというか関係ないけど。まあ、滅びる前の国の姿を見てるって感じかな。まあ、貴重な歴史体験をさせてもらってると思えばいいのかな。ということを思いましたね。今日も朝早くから行かなきゃいけないからな。もう、めんどくさいな。まあ、行く先々でいろんな人をこう観察できるか、それはそれでいいんですが。まあ、そういう一日を今日も送りたいと思います。それでは、失礼いたします。